ケラ。ケラ、オケラは、バット目直締めキリギリスアモク、コオロギ状カ、ケラカ、クリロタルパディに分類される昆虫の総称。コオロギ類の中には地下にトンネルを掘って、住居とするものがいくつか知られているが、ケラは、祭事行動も、地中で行うなど、その中でも特に地中での生活に特化したグループで、ある。ニーホンはその中の一種ケラクリロタルパウリアンタリス。 バーマイスター 1839G ホサースカダー1869ともが分布し、単にケラといった時にはこの種を指すことが多いが世界中の熱帯、温帯に多くの種類が分布している。日本ではオケラという属称で呼ばれることも多い。虫ケラとは虫全般を指すのであって、ここで言うケラとは関係ない。 成虫の体長は30ミリメートルほどだが、大型種では体長50ミリメートルほどに達するものもいる。全身が褐色で、金色の短い毛が、ビロードのように密生する。他のキリギリスアモク昆虫と比べて、触角や足が短い。頭部と前胸部は卵型で、後胸部、腹部は前胸部より幅が狭い。微端には、触角と同じくらいの長さの微毛が2本ある。 成虫には、羽がある。長さは、種類や個体によって異なるが、おおむね前肢は短く、後肢は長い。他のコオロギ類と同様オスの前肢の芯脈は複雑で、泣くための発音器官があり、メスの芯脈は、前後に平行に伸びた単純なものである。ただし、ケラ類は、メスも、わずかに発音できる。前足は、腿節と形節が太く頑丈に発達し、 さらに軽節に数本の突起があって、もぐらの前足のような形をしている。この前足で土をかき分けて、途中を進む。手の中にゆるく囲うと、指の間を前足でかき分けて、逃げようとする様子が体感できる。その他に、頭部と胸部がよくまとまって、楕円形の先端を構成すること、全身が筒状にまとまること、体表面に細かい毛が密生し、 汚れがつきにくくなっていること等も、モグラと共通する特徴である。なお、モグラは哺乳類でケラとは全く別の動物だが、前足の形が似るのは修練進化の例としてよく挙げられる。ケラ族のラテン語名グリロタルパは、グリロがコオロギ、トルパがモグラを意味する。英名モールクリケットも、モグラコオロギの意である。このような特徴から、穴掘りをして生活する他の昆虫に、 ケラの名を冠する例がある。ケラカミキリなど。草原や田、畑などの土中に巣穴を掘って、地中生活する。巣穴は大まかには、ねぐらとなる地面に深く掘られた竹穴と、そこから伸びる地表直下を縦横に走る餌を探すための横穴から、なる。乾燥した硬い地面よりも、水を多く含んだ柔らかいレチや湿地に、多く、 そうした環境の地表にはしばしば先日の横穴が盛り上がって走っているのが認められる。成虫幼虫ともに食生技主食性で植物の根や種子、他の小昆虫、ミミズなど様々な動植物質を食べる。終練進化の類例に上がるモグラと同様、運動量、代謝量が膨大であるため、水分不足、飢餓に大変弱い。水分が得られないと一晩程度で死んでしまう。 土をただ起こしても見つけにくいが、田植え前の白柿の際などは土を起こした際に、水上に浮かんでくるので見つけやすい。水上では、全身の短毛が水を引いてよく水に浮き、足で水面をかいて、かなりの速度で泳ぐ。地中生活する上に全種が短いため飛ばないようにも、見えるが、長く発達した講子を広げてよく飛び、夜には灯0日に飛来する。弱霊幼虫は、 多くの航路ギル移動用よく跳ねるが、成長するとむしろよく走り、気象の予備動作として跳ねるぐらいである。行動可能範囲をまとめると、地中を掘り進み、水上を泳ぎ、空を飛び、地上を歩くと、様々な環境に対応しており、昆虫界のみならず、生物全体から見ても、対応範囲が非常に広い生物である。オスは初夏によく鳴き、巣穴を共鳴室として使って、 地中からにもかかわらず、十数メーター離れていても聞こえるほどの大きな鳴き声を周囲に響かせる。鳴き声は G とも B とも聞こえる連続音。地中から聞こえるため、日本では古来、ミミズの鳴き声と信じられてきた。メスもなくという。卵は巣穴の奥に泥で眉状の容器を作ってその中に固めて産み付け、密閉し、親がそばに泊まって保護する。 孵化する幼虫は小さいことと羽がないこと、よく羽ねること以外は、成虫とよく似ており、しばらく集団生活した後に、親の巣穴を離れて分散すると成虫と同様の生活をする。天敵は鳥類、カエル、イタチ、タヌキ、モグラなどである。ことにムクドリは、ケラの多くいる環境ではケラをよく接触していることが知られている。鳥が好んで食べることから、江戸時代は、 江戸城を多くで愛用に飼育されている小鳥の餌として、江戸近郊の農村に、ケラの採集と納入が課せられていた。幼虫、成虫に産卵し捕食寄生する寄生鉢や、麻酔して産卵する狩り鉢がいるほか、ミーデラゴミムシの幼虫は、ケラの卵塊を食べて成長する。農薬の使用、開発による湿地の消失、水田の減少など、 環境の変化が重なり、ケラ類は日本を含めた世界各地で数を減らしているが、21世紀の東京近郊でも、故障、河も控えた高原には秋口によく新生中のメスが多数飛来する。野生環境では途中で土壌生物や生きた植物の根を食べている本種だが、飼育下ではクワガタムシ用の高タンパクゼリーをよく食べ、 その場合、生き家や生鮮食品を必ずしも必要としない。園芸用の水ごけ属に加水したものを飼育容器に厚く敷き詰めることで、マットンシェルターとして使うことができる。ケラカはクリロタルパ属、ニオカーティラ属、スキャプテリスカス属の3属に分けられるが、どれも外見はよく似ている。クリロタルパ属は地中海沿岸地方からアジア、 オーストラリアにかけての熱帯、温帯域に分布し、ニオカーティラ属とスキャプテリスカス属は南北アメリカ大陸に分布する。日本にはその中のイシュケラグリロタルパウリアンタリス、バーマイスター1839が分布するが、ジーホサースカダー1869とする文献もある。食用や民間療法の薬などに使う地域もあるが、 日本では先日の江戸城大奥での、愛顔動物用の資料としての利用を除いては特に、利用はされず、むしろ農作物の地下部分を食害する害虫と、見されてきた。所持金がない状態を、オケラ、遊泳、失踪、跳躍、気象、鳴き声、穴掘りなど多芸だが、どれも一流の能力でないとみなして、器用貧乏な様を、オケラの七つ芸、あるいは、ケラ芸というなど、 いずれもあまり良い意味に使われない。飛びけら、カワげらといった、いくつかの水生昆虫が、けらの同類とみなされたことによると思われる名称で、呼ばれている。子供のおもちゃとしては、手のひらに握り込むと前足で、指の間などをかき分けようとするのを喜ぶ、というものがある。これを両手を広げる動作に結びつけて生やしたてる、遊びもあるようで、アニメ、ボノボノの中で扱っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。